先ほどね2週間のうちに3回もハンバーガーを食べているなんていうお話をしたんですけれども、なんかこう自分の中でブームが突然やってくることってないですか？私割と多くて、今まだブームが続いているのがそのハンバーガーとブドウです。ブドウも2週間で5日ぐらい買って食べてますね。まあ2週間で5日だとそんなに多くないのかな、でもまあ2日3日に1回ぐらいのペースで買っては食べ買っては食べってしてますね。週3でナス食べてしまった。ナスもね夏野菜ですから今美味しいですから。何ぶどうっていただいてます。あの輸入ぶどうなんですけど皮ごと食べられる種類がすごく美味しくて甘くてみずみずしくて夏のおやつにぴったりなんですよ。なのでお風呂上がりに食べたりですとかスイカと一緒に楽しんだりですとかしてますね。あ、スイカとぶどう両方スイカもやっぱり好きなんですよ。でこの時期が一番ねもちろん美味しいじゃないですか。で選べないんですよ。自分のブームはブドウだし時期的にはスイカが美味しいし選べないから結果両方買って両方食べるっていう。果物なのでまだそこまで罪悪感はないんですけど、まあ果糖もね取りすぎはやっぱり良くないでしょうし注意しなければならないですね。本当にあやち真顔でとんでもないこと言ってるよね。本当に美味しいものがこの世にたくさんあるのがいけないんです。本当にそう。美味しいお店も増えてるじゃないですか。で先ほどもお伝えしたんですがウーバーイーツなんていうもう恐ろしく便利なものもできてしまったじゃないですか。今思い出したんですけど昨日ハロハロだけじゃなくてクレープも食べてますねちょっと自分に引いちゃう話してて自分に引いちゃう。いやあの美味しそうだったんですよクレープがでちょっと体を動かした後だったのでいいかなと思って食べたんですよね。いいぞいいぞって答えじゃないコメントも来てるんですけど気をつけます気をつけようと、健康診断が怖いとかになっちゃったらね嫌ですもんね皆様も食べ過ぎにはお気をつけくださいなんで